南三陸町の志津川漁港には今日午前5隻の船が入港し、志津川湾の沖合に仕掛けたカゴで取った水ダコを初水揚げしました。水ダコ漁は底引き網漁が休漁となるこの時期、海底に餌を入れたカゴを沈め1日から2日後に引き上げます。初日の水揚げ量はおよそ160キロで、去年をおよそ540キロ下回りました。去年1年間の水ダコの水揚げ量はおよそ17トンと、前の年より20トンほど少なく、減少傾向が続いています。水ダコはちょっといないようですね。やっぱり海水温がこう高いのが影響しているのかなと思うんですけども。たくさんの水ダコになりますので、本当に、取れるのを期待するしかないですね。初入札では1キロ当たり平均1555円と去年の初日を85円上回りました。南三陸町の水ダコ漁は来月まで続く見込みです。